いやあ、刹那圭介だよ。今回から新しいゲーム実況していきたいと思いまーす。やっていくのは、台無しデスゲー。このゲームはね、もうリリースされてちょっと何ヶ月か経つみたいなんですけど、ざっと言うならば、デスゲームものなんですけど、そのデスゲームの運営がすごいドジで、なんかデスゲームがね、グダグダに進行するので、その抜け穴を、縫って全員でクリアしてやろうっていう、そういうコメディチックなデスゲームのゲームだったおります。すごいグダグダに話が進んで、その穴を縫うっていうところでちょっと気が光りましたんで、やっていきたいと思います。初めから、いきなり投票から始まる。デスゲームの名物、誰か一人を蹴落とす投票から始まるぞ。はっ、処刑。かかかか、君たちにはこれからデスゲームをしてもらう。ゲームマスターの声、こんなんでいいかな。A って書かれてる。なんかイラスト屋っぽいイラストのゲームマスターおるぞ。なんかドーンって出とるけど、ドーンって出されるようなタイプのやつじゃないんだ。なんかお前デスゲームで、デスゲームってなんか殺したり殺されたりってやつ。ああ、ゲームや漫画でよくあるやつだな。くモニター越し語りかけるゲームマスターとか、すげえベタ。いわゆるお約束ね。いや、そもそもゲーム始まってなくね？いきなり投票ってどうすんの？そうね。普通、この手の投票形式のデスゲームって、何か事件が起きて、議論とかして、それから投票して、処刑って流れじゃない？いきなり投票とかある？それ言うたらさ、俺にとってはさ、いきなりこんなにベラベラ喋るゲームってあるって感じやもん。全く誰かわからないキャラクター8人がベラベラ喋ってるよ。その紹介をさっきしてほしかった感があるな。俺の名前は何々って主人公が出てこんだかな。第一、いくらなんでも冗談だよね。いろんなキャラクターがおる。全員分の顔と名前覚えれるかなって不安になってくるからな、今の状態。俺あんまそういうのに覚えれる自信ないから。冗談？くくく、本当にそう思ってるのか？冗談にしろ、本気にしろ、何の目的も目安もないなら投票しろは無理がありすぎるだろう。やばい、占い師が消えた後の人狼ゲームの朝みたいな感じやもん。占い師がおらんけ、白も黒もわからんまま誰に投票すればいいんだろうなっていうあれ。え、そんなこと言われてもこれどうやって止めるの？いや、お前、って何やだ、お前。デスゲームのこと勉強せずにデスゲーム開催したな、お前、さては。お前、デスゲームの運営初心者だな、お前。やめる？あー、カウント進んでる。カウント少な、お前。わ、なにこれ。カウントダウンしてるんだけど、ねえ、ワクワクさん、これ、ゴミ？やばいよ、やばいよ。もう、残り時間が。おっと、ちょっと出川哲夫出てきたぞ。こんな可愛い子から出川哲夫出てきたぞ、お前。カウントダウンは、虚しく済んでおりますがね。ゼロ。心に投票しました。誰だ？心ってどれだ？あ、左上のやつか。左の上のやつだっけ？なんか、明るいけん、こいつだろうな。投票結果。心9票。全員と心に入っとるやないか、お前。心どうした？お前、別に悪そうなやつではないと思うやけどな。最多票を獲得した心の処刑を執行します。俺じゃーん。なんでこんな票集まってんの？わ、私投票なんてするつもりじゃ。時間切りになったら勝手に投票されちゃって。ああ、なるほどね。投票せずに放置したらどうなるのかと思って試してみたんだけど、左上に表示されてた人がデフォルトで選択されていたのかしら。ガバガバすぎる。そして時間切れになったらその事件で選択されていた人に自動的に投票されたってところかしらね。ああ、なるほど。なるほどじゃないから。たまたま左上に表示されてたからって理由で俺処刑されんの？わーん。わあ。これから殺される人間のワーンじゃないな、それ。お前宿題忘れちゃった。わーんのよ。わーんじゃん、お前、それ。まあ、でもこいつ、どうせリア充だろうしな。非リア充からしてみるなら爆発しろって思っとるし、まあ、処刑されていいや。こいつは死んでいいやつだからって、俺の中の三日月オーガス出てきてるよ。
そもそもその挙動は投票システムとして正しいのか。なんかバグっぽくね。まあ意図的に投票したやつもいるかもしれないけどな。くくく、それでは処刑を執行する。待って、それ雑すぎない？全くだ、しれっと話を進めようとしているが、さっき投票をやめようとしていなかったか、諦めたな。運営側が諦めとるからな、これ。自分の不手際を棚に上げようとしてるからな。そうじゃ、脳幹、どう考えても脳幹でしょう、今は。くくく、投票の結果は絶対なのだ。お前ぶん殴るぞ。これから彼には見せしめに死んでもらう。わあ、俺まだ死にたくねえ。これから死ぬ人のうわーじゃないな、これ。どう見ても。あわあわわわ、どうにかならないの？ダメだよ、僕が代わりに。代わりとかややこしいからやめてくれる？アドリブ苦手なんだよ。アドリブとか言うな、お前。じゃなくて、投票の結果は絶対のだ。ほんでただ漏れじゃねえか。RP 崩れまくってんぞ。ロールプレイかな。うるさいな。とにかく処刑を取り行う。処刑ボタンは、うわー、どうした、バチバチ忘れてますけど。電撃流れてますけど、あなた、何、ゲームマスターの身に何か起きたみたいね。なんか変な音しなかった？どうしたの？何かあったの？ボタンを押ったら電気が！電気？消毒か漏電でもしたか？やばい、これどうすればいいんだ！ああ！お前さっきのさ、さっきの心と同じわーやめろお前。何の危機かもないわーやめろお前。誰か助け！やだくすけど。そうね、別に助ける義理はないんじゃない？でも危険な目に遭っているみたいだし、すごく困ってるよ、助けてあげようよ。うわー、この子すごい成人だな。絶対学校でモテてるわ。いろんな仕事を押し付けられて困ってるところ俺たあったら俺が助けてあげるから。確かにここで助けてデスゲームの目的を聞き出した方が私たちにもメリットがあるかもしれないな。あ、私って言うんだよこいつ。なんか男性でさ、俺っていう感じのやつなのに私って言うんだ、ちょっとギャップあるね。でも助けるって言ってもゲームモンスターがどこにいるのかわからないことにはどうしようもないわよ。確かに、それバレたらゲームマスターとしておしまいだもんな。あんたはどこにいんの？この建物の中？それとも別の場所？僕はこの建物の中の、あっつ、火花パチパチいってる。この建物の中ってことは私たちみたいにどっかの個室にいるってこと？とりあえずさ、電気が流れてるんならブレーカーですば何とかなるんだよね。ああ、どっかの部屋にブレーカーでもあればな。お前冷静やな、ワイド。そうか。ゲームマスターさんがどこにいるのかわからなくても、僕たちと同じこう建物の中にいるのなら、建物自体の電気を遮断してしまえば。でも、そんな都合よくブレーカーなんてあるか。みんなでそれぞれ自分の部屋を探してみようよ。オッケー。おや、主人公。あ、主人公俺なんじゃ。なんかのキャラクターが主人公でおるとかじゃなくて、あ、俺が主人公として、しかも男女選べるんじゃ。男女やな。女性選んでしもうたわ。なんで俺がむさ苦しい男の主人公をやらなくちゃいけないんだよ。女の子の主人公がいいわやっぱって思って選んでしもうたわ。俺男なのに。よっしゃ、お前の名前はベニファルコン石崎じゃ。オッケー、タップとクリックで歩くタイプのゲームじゃ。確かこれスマホでもできるよな、このゲーム。俺パソコンでやるけどさ、最近はスマホでもこういうフリーゲームができるようになったからね、便利ですよね。左上のこれが多分ブレーカーっぽいけどね、ブレーカーだ。早い、手に入っちゃった。決定ボタン押してないのに手に入っちゃった。え、ベニファルコン石崎ちゃんの部屋にあったの？やったー。そんな都合のいいところあるか。でもブレーカーで普通高い位置についてるんだね。そのままだと多分手が届かないよね。ねえ、
ベルファリコ石崎さん、君の部屋に椅子はない？長やばい、ベニファルコ石崎、名前長、やめとけばよかった、この名前。石崎って呼んでください。皆さん、石崎って呼んでください。もし部屋の内装がどの個室もみんな同じだったら、部屋の中央に椅子がないかな。それを踏み台にして、よし、じゃあドムみたいに踏み台にすればいいよな。でもこの前にスマホ調べるわ、俺。タブレット端末、あ、その画面、さっき見た画面がこれだったよな。それとテレビ、モニター、ゲームマスター、ここに映っとった。これが監視カメラ。俺らのこと見ようやな。じゃあ椅子取ろう。取った。ワイド浅い取っちゃった。これだーみたいな感じのイベントのあれはなかった。うわあ、やばい、やばいよ、やばいよ、やばいよ。お前も出川哲郎。のんきに左上のリンゴを持つな、お前は。ごめんなさい、誰か助けてー。ベニファルコン石崎、あ、セーブ来た。こんな感じでセーブ来たよ。少し前、あ、ようやく過去のこと語れるんか。おーい、ベニファルコン石崎。やめて、その名前呼ばれる。決めた俺やけど、その名前呼ぶやめてくれかな。笑ってまうわ、自分で。ベニファルコン石崎やめろ、お前。あ、こういう、心と一緒だったんじゃ。あ、起きた。ベニファルコン石崎ってば、なんでこんなところへ寝てんだよ。誰？え、何言ってんの？なんかのフリ？え、マジで言ってる？まあいいか。俺は心だよ。ベニファルコン石崎もここにいるってことは、お前も参加者なんだな。知り合いな、このお二人。俺と心知り合いな。参加者？ん？バッドアップルからの招待のメッセージもらったんじゃないの？バッドアップル、なんか昔そんな曲 YouTube で流行らんかったっけ。タラララルタラルタタタタラララルタラルってか、なかったっけ。ほら、バッドアップルって超有名な企業系企画系ストリーマーじゃん。え、わからない。でもここにいるならそうなんじゃ。ストリーマーってことはなんか配信者なんやな。おいおい、大丈夫か、しっかりしろよ。人集めてなんかするらしいけど、どんな企画なんだろう。よくわかんないけど面白そうだから来てみた。バッドアップルの企画なら俺のチャンネルの宣伝にもなるかもしれないし。お前もチャンネルでやってるのか。お前わあ、そんなリア充な見た目して、非リア充がやりそうな言うて配信者がやってるタイプのお前が、お前いいな。表でも裏でもリアルでもネットでも、お前充実したライフを送ろうとしようとしてるのか。お前こいつ顔面殴っていいかな。参加者には個室用意してるってメッセージに書いてあるし、とりあえず中進んでみようぜ。オッケー、まあわかったわ。おい、お前進むんじゃねえんか。なんだろうこの看板。なになに、最初の試練。うわ、見ろよ、なんかこれやばない、やばない。お前ちょっとなんか地方出身な、やばないって。これなんだ、なんか太鼓の達人のなんか打つところみたいな、太鼓叩くところみたいな感じの、なんなんこれ。どうなってんのこれ。足場があるしジャンプして進めってこと。そこが見えずかなり深そうだ。足場から落ちたらひとたまりもない。ベニファルコン石崎、大丈夫か、あんま自信ない感じ。だったら俺に任せなって。これ俺こういうの得意だし。そうそう、最近結構人気出てきたんだ、俺のダンス動画。ダンスの動画、お前踊り手か、お前踊り手か、お前配信者の中でも特にリア充寄りの踊り手っていうポジションか。お前どうりでそんなリア充っぽい見た目だと思っとったわ。お前あー、やっぱこいつの顔面一発殴っとくべきかな、非リア充としては。って、ああ、知らないんだっけ、俺のこと。俺、ダンスやってんだよ。で、動画投稿とかよくしてんの？ダンス系ストリーマー、ココロ。あれなんかな？このデスゲームの参加者って全員ストリーマーとかだったりするんかな？もしかして。どうなんだろう？ステップのノリでぴょんぴょんって飛んでいくなら、俺、できると思う。大丈夫か？この顔、表情になんか意味あるんかな？向こうにスイッチみたいなのあるし、あれ押したら何か起きそうじゃん。俺が押してくるわ。あ、頼んだ。
スマホの場合、大ジャンプボタンをタップ。あ、スマホの場合って俺、あれか。まあ、パソコンなんやけどさ。大ジャンプボタンクリック。小ジャンプ。1マス、1マスと2マスで違うんやな。つまり、一発目でこれやって、八発目でこれみたいな感じやけど、はぁ、わぁ、一回落ちてみて、心を犠牲にしてみて、心を犠牲にするってさ、文字にしたらなんかすごいえげつないことが始まりそうな気がするけど、心を犠牲にしてみてーわー。やってみようか。はーい。あ！あ、戻ってきた。なんてことやらないように気をつけないとな。お前、夢落ちみたいなシステムやめろ、お前。今のは冗談です、みたいな感じをやめろ、お前。やばい。デスゲームものにさ、すごい笑わせてくるわ。二段ジャンプ、はい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 、オッケー。よし、うまくいった。なんか顔の種類とかになんかあるとかでもなかったやな。普通にジャンプするだけだったわ。なな、うわぁ、ぜ、うわ、地面からせり上がってきた。あー、普通に通れる。へえ、すごいじゃん。へへ、俺に任せて正解だっただろ。そうかな。なにそれ、自分でもできたって。はぁ、言うじゃん。てか、今のやつも企画の一部なんかな。知らんけど、企画って言われてもな。まあそうなんじゃん。だよな、企画ってアスレチック的なやつなのかな。ほら、下が水かクッションになってて、押したらリタイアってやつ、サスケじゃん。サスケ的なやつなんかな。ネット配信者用のサスケみたいな。面白そうじゃん。どんどん先進もうぜ。楽しんでんな、お前。人生楽しんだもん、楽しんだもん勝ちって感じがしてるな、お前。いいな。オッケー、じゃあ先に進みますわ。部屋に来た。あ、誰かいる。あいつも参加者かな。これは驚かしてみよう。驚かせるんか。驚かすって誰だよ、お前。タッチ悪いな。うわあ、え、びっくりした。いきなり驚かさないでくれる？あれ、これ投票の時にこんなやつおらんかだと思うけどな。あれ、さすがにいきなり驚かすのはウケる。別に隠れてこそこそ何かやってたりとかしてないからね。で、君誰？いや、このゲームの登場人物はほとんど誰な状態なんよ、俺。名前とかを心以外教えてくれてないしさ、誰な状態なんよな。俺は心だよ。いや、あんたのことは知ってるよ。ダンスストリーマーのここだろ。有名なんじゃ。そこまで有名なんじゃ。知ってるんだ。俺ってもしかして結構有名。あ、こいつ自分と気が合わなそうだなって顔してる。確かに相手はリア充、こっちはなんていうかおとなしめな子だもんね。僕が聞いてんのはそっちの人。こっちは幼馴染のベニファルコ石崎だよ。幼馴染だったわ。あれ、おかしいな。どういうことだ。いや、そういえば部屋が一つ。何、おかしいなってなんだお前。どうかしたのかお前。なーにブツブツ言ってんの。え、いや、なんでもないし。そう、それでお前は。僕は秋月って言ったけど、僕のことを知ってたりとかは。知らんわ。ごめん、俺も知らなかった。だよね。僕、企業系のストリーマーやってんだけど。あ、まだストリーマーじゃ。クローゲームの参加者って全員集められたんて全員ストリーマーなんかこれ。企画系ね。わあ、なんか、そういう企画とか、上に出してもボツとかも飛ばされそうでさ、なんか、こんな企画考えてこいとか言われてさ、3日以内に意味ないな。すごい納期短くさせられてさ、なかなか、こき使われとるタイプの企画者みたいな感じな。足細っ。
足細っ。お前なんかちゃんと飯食ってんのかって。腕も細いし全体的に細っ。お前ちゃんと飯食えよ。お前ガッツリ食えよ、肉とか。お前へえ、お前も動画配信やってんだ。まあ全然有名でもなんでもなくて、イエル底辺ってやつなんだけど、君も参加者？そうなんだよ。僕も招待されてさ。あ、やっぱり参加者なんだ。じゃあアッキーも一緒に行こうぜ。あ、アッキー？いや僕は準備じゃなくて、ちょっと用事があるから先に行ってて。なんだ準備とか。お前なんか俺らの知らない情報とか知ってそうだろう。お前そうなの？じゃあまた後でな、アッキー。うん、またね。ふーん、なんかこいつ怪しいなってか、スナイパーライフルをしてますけど、普通にスナイパーライフル、モデルガンか。でもこれが狼の被り物。カードが散らばってる。カード、リンゴの形をした、なんだろう、ダンボール。うーん、なんかようわからんけど、こいつなんかちょっと怪しいことしよんな。すごい気になるんやけどさ。まあいいや、とりあえず先進もう。なあなあ、ベニファルコン石崎、あいつさ。いや、なんでもない。お、個室ってここかな、らしいな。これは、わあ、ベニファルコン石崎様って書いてる。俺の部屋じゃ。お、ベニファルコン石崎はここか。じゃあ俺も自分の部屋行ってるわ。どんな企画はマジで楽しみ。また後でな。で、ここに来るんじゃ。ああ。で、このスタートのとこに来たわけじゃ。どうすればいいんですか？ああ。で、こういう感じで、タブレット、ようやくみんなの名前が、こう出されてるわけで、心、秋月。あ、おったんか。あの時おったんか、ごめん。覚えてなかったわ、秋月、お前。秋月か。知らんかった。あの時おったんじゃ、最初の時にも。ごめん、気を覚えてなかった。ごめんな、秋月。なんかガンダムの名前にありそうな気がする。秋月、お前。あとは T、金平。本物でやってそうな感じの人。その下がちょっと隠れとんやけど、なんとかがでかいと。あ、おい、心邪魔だ。全員の名前見てないんだ、まだ、お前。邪魔だ、今出てこられたら名前が読めんのじゃ、お前。もしもーし、ベニファルコン石崎、いません。いや、いませんって返事してるじゃん。いるじゃん。いじりがいがあるな、こいつ。いや、いじりがいのあるリア充やな、こいつ。これ、リストを選んで、ビデオ通話できるみたい。ベニファルコン石崎も他の人たちと通話してみたら。え、俺、知らない人と通話できんタイプなんよな。人見知りやけん。どのことをやればいいんですか？どのことをやればいいんですか？ノエルって読むんかな、これ。そんな難しい絵つかまでもいいやん。ノアルみたいに見えてしまうよ、お前。天魔ペガサスか。お前のことをペガサスって呼んでいいか、お前。ミラ、あーミラね、星。バカな女は星つけたがるんだよな。とか言うたら芝変えるな。アイリちゃん、アイリちゃん、マイエンジェル、アイリちゃん、マイエンジェルは絶対この子、家庭的な、絶対料理得意そうだな、アイリちゃん。俺はわかるぞ。あと、すっごい、態度悪そうだったシナノってやつもおると。じゃあ俺、アイリちゃん、はじめまして、私はアイリだよ。今から何が始まるんだろうね。緊張したら、なんかお腹空いてきてったかも。私、お料理が得意なの。やっぱり、そうですよね。その見た目で、お料理苦手とか言ったら、また違うギャップでよかったかもしれんけどさ、やっぱお料理得意だよね。多分あれなんだろうな。料理始めたての頃とか、ちょっと手に傷とかついてさ、絆創膏とかにお世話になったタイプの人間だろう、お前。わかるぞ、俺には。それで、レシピ紹介動画とか、よく投稿してるんだよ。うわ、かわいい。わっわ、家庭的なタイプの俺、一目惚れやん、お前。ファンキーモンキーベイビーズ始まったぞ、お前。早く行きすぎて時間があったから、この部屋に入る前に他の部屋もちょっと回ってたんだけど、食堂があって大きな冷蔵庫があったよ。
ご自由にお使いくださいって張り紙があったから後で何か作るね。手伝おうか。わあ、ほんと参加者さん全員分だと多いもんね。ありがとう。楽しみにしてるね、ベニファルコン石崎ちゃん。女だったわ。そういや、俺女だったわ、ちゃんって呼ばれとったら。じゃあ、一人ずつ。秋月、お前さっきなんやよったね。あれ、なになに、あ、用事またやんよんか、お前あいつ。おい、金平、じゃあお前だ。あなたは悪いが、よくも知りもしない連中に個人情報を話す気にはならない。名前とか職業だとか、もってのほかだ。アホやな、占い師っぽいな、なんか。占い師アイテム持っとるもんな。これもなんか風水的なやつだろ、お前。お前、占い師やろ、さては、お前。なぜわかった、お前。あのね、その左手のやつね、占い師以外が持つとしたらさ、殺人犯、ドンキとして使うために殺人犯が持つぐらいしかないんだよ。わかるか、お前。なるほど。あの、弾丸論破にはね、弾丸論破っていう推理ゲームではね、この水晶ね、ドンキとしたキャラクターいるんだよ。それぐらいね、この水晶持ってるってことは、占い師か、またはこれから殺人を犯す、殺人犯かのどちらかなんだよ。でも、後者ではないだろう、まだ。まだ後者ではないだろう、まだ。まだね。とにかく、私がここに来たのは気になることがあったから、それだけだ。これ以上、無駄話をする気はない。切るぞ。金平、ちょっと。金平、なかなかとっつきにくいタイプじゃ。よっしゃ、ゼアル、お前。ゼアルじゃないわ。なんか、ゼアルって、遊戯王ゼアルって聞いてしまったけど、違うわ。ノエルちゃん。あら、あなた、肩が重くない？何かが乗ってるわよ。はあ、そうっすか。なんでね、冗談よ。驚いた。うわ、こいつ、関わったらいかんじゃい、プロ女だな。あなた、怖い話は好き？どっちかって言ったら好きかな。あら、そうなのね。ふふ、それは嬉しいわ。ああ、俺もさ、あなたみたいな可愛い子の笑顔を見るのは嬉しいですね。でもちょっとあんまさ、近寄らない方が良さそうな雰囲気してるんだよな。私はノエル。おい、違うぞ、お前。おい、がさっきの違うぞ、お前。何お前、こっちの絵使ってんだ、お前。さっきの絵、難しい絵だっただろ、お前。何お前、ここではこっちの絵使ってんだ、お前。階段を朗読したり、考察する動画配信をよくしているの。ふぅ、心霊系のストリーマーね。気が向いたら見てくれると嬉しいわ。きっとよく眠れるわよ。ふふふ、あ、永眠はさせんといてな。あなたは、ベニファルコ、ひさきくんね。よろしく。あ、女の子のくんづけで呼ぶタイプの人間だったわ。ほうか。よっしゃ、ペガサス、お前。ペガサス、こんにちは。君は、ベニファルコン石崎さんだね。ベニファルコン石崎さんは、ここへは誰かと一緒に来たの？どうして？ああ、いや。君もバッドアップルさんに招待されてここに来たんだよね。あの有名なバッドアップルさんに呼んでもらえたのは光栄なんだけど、企画の内容がわからないし、最初は断るつもりだったんだ。でも、僕の妹も招待されてるって聞いて、彼女が行くっていうものだから付き添いも兼ねてね。で、こんな風に言うと招待してくれたバッドアップルさんに失礼だよね。おお、なんか結構人に気を使うタイプの人かな、これは。バッドアップルさんの企画なら何も心配ないとは思うんだけど。おお、なんか会社員とかでさ、結構上司のこと気づか、上司に好かれたりしそうな感じの人やな。ほら、子供が事件に巻き込まれるような悲しいニュースも少なくないからさ、ついつい過敏になってしまったかもかも。おっと、名前を名乗っていなかったね。僕は天馬。教師を目指していて、子供たちに勉強を教える動画配信なんかをしているんだよ。なるほど。わあ、ちょっと割とさ、話しやすそうな人だった。もし何か困ったことがあったら気軽に相談したね。だったら天馬さん、天馬さん、どうやったら彼女できますかね。うん、よろしくね、ベニファルコン石崎さん。あ、彼女できますかねって、俺ゲーム内では女の子だったわ。女の子、
選択してたわ。ミラ星ちゃん、ミラ星ちゃん、星って読まないんだろうけどさ、ミラ星ちゃんって呼ぶからな俺は。ねえねえ、さっきの最初視点とかいうやつどうだった？面白かったね。純粋楽しんでるなお前。企画ってあんな感じなのかな、すごい楽しみ。うん、私体動かすの好きでさ、筋トレ動画アップしてたりするんだ。おお、お前絶対お前ダンベル何キロ持てる的なやつの、ダンベル何キロ持てる的なやつに影響されて筋トレ始めたタイプの人間だろうお前。さてはお前アニオタだなお前、露出多いなお前、細い体に割と胸大きいな。ミラ欲しい。運動って体力がついたりとか、ダイエットや美容にいいだけじゃなくて気持ちも健康的になれるからおすすめ。よかったら私の動画見てよ。あとチャンネル登録よろしく。わかった。うん、結構いろいろやってるから楽しめると思うよ。わ、私はミラ、君はベニファルコ石崎だね。よろしくね、ベニファルコ石崎。やばい。この流れからしたらさ、俺もストリーマーなんだろ。だとしたらベニファルコ石崎何やってるストリーマーだお前。この名前って何やっとるストリーマーなんこれ。ベニファルコ石崎って。こんな名前で活動するストリーマー、何のストリーマーやねんこれ。何系のストリーマーなんこれ。ベニファルコ石崎お前は。気になってきたわ。自分で作っといて、つけといて、すごい気になってきたわ、お前。シナノ。あ、シナノ。こいつも今日引いてくるやつじゃ。ああ、いや、まあ、つながってるけど、別に話すことないしな。名前、シナノ。ああ、うん、よろしく。まあ、適当だった。あっさり終わりおった。オッケー、全員の説明が終わったわ。どうすればいい？ところ、全員で、うん。話終わったけん。本当、どんな企画になるか楽しみだよな。じゃあ、よろしく。オッケー。ちょっと待ってね。おーおい、テレビ番組じゃないやけんな、お前。あ、モニターの画面、切り替わった。なんだ、このクソガサ画面。お、準備終わったか。そろそろ始まるのかな、楽しみ。おや、通話もグループ通話に切り替わったみたいだね。いや、これから、なんか、トンチンカンなことが始まりそうな BGM やめろ、お前。デスゲームの雰囲気じゃないんだよ、お前。聞こえてる？うわぁ！音がでけぇ！え、ごめん。これくらいかな？ええ、それくらいでちょうどいいんじゃない？ワガナはバッドアップル、ゲームマスターで。お前がバッドアップルか。画面がクソださ、じゃなくて。ちょっと待ってね、もうまだか。あ、バッドアップル。バッドアップル、お前初心者だな、てめえ。あ、よしこだな。バーチャル系ストリーマー、VTuber か、さては。あ、お前 VTuber だったんか。奇遇やな、俺も VTuber なんよ。ん？なんかこの絵、見たことある。フリー素材？ああ、フリーの素材だね。僕もあそこの素材よく使ってるよ。便利だよね。やっぱお前イラストやだなお前。側がフリー素材の V ストリーマーは草。そうかもしれない。あれ、バッドアップルさんって V ストリーマーだったっけ？声や話し方もいつもと違うわね。いや、それはゲームマスターってことは今から何かゲームが始まるってこと？あ、そうだった。ごめんと。画面切り替えるからちょっと待って。お前や、生放送を始めたてか。お前 OBS を操作慣れてないタイプのやつだなお前。まあいいよ、わかるわ。でもそんなもんよな、生放送って。最初の方で生慣れんけんさ、ミスとか多いわ。わかる、俺はわかるぞ。あら、あなた優しいのね。優しいのねの何もさ、生放送、生主っていうか配信者だったら誰もが通る道やもん。俺はわかるぞ。もたもたしてんな。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。バッドアップルさんだって頑張ってるんだよ。優しいな、アイリちゃん。やっぱマイエンジェルだわ。うん、頑張れ。君なら
できる。うん、なんかさ、その言い方はさ、優しい、応援してるみたいな感じじゃなくてさ、なんかすごい軽い感じに聞こえてくるよな。君ならできるってなんか軽いな、お前。うん。バカにしやがって何切れたんだお前。よしこれだ、出てきた。おい、それで最初のやつに戻ってくるんかお前。それで投票とかいきなりさせられるんかお前。グダグダにも程があるぞお前。それはさすがに。あ、これでスタートに戻ってくるんだよこれ。デスゲームをしてもらうはいいんやけどさ、もう顔投票の画面に入っとるって感じか。なるほど、そういう感じで。誰ださてさて、なんともおバカなデスゲームは開幕してしまったようです。ルールはガバガバ、ゲーム進行はグダグダ。さて、このデスゲームの行方は、もちろんアーダ様のご活躍も期待しておりますよ。それでは次のお話へご案内いたします。あ、第1話がこれで終わったんじゃ。うん、もしかしてびっくりしてる。はあ、はあ、シナノも言ってたじゃん。俺のこと。おそらじみキャラって、さっさと死ぬか、黒幕がどっちかだって。あれ、いきなりバレたかと思って、マジ合わせたわ。言ったじゃん。俺、絶対に死なないってさ。つまり俺が、このゲームの黒幕ってこと。まあ、とにかくさ。せっかくの計画が台無しになりかねないし、このことを知られちまった以上には、お前を生かしておくわけにはいかないよな。なあ、ベニー・ファルコン、石崎、お前、お前、裏切り系のリア充だったんか。